100本ノックまだまだ2本目ですが、高見直ということで切り込み隊長、ちょっと切り込み度アップアップさせて、もうちょっとベビーレイズの魅力をみんなにヤギのモノマネがマスターできさせれるような切り込み隊長になっていきたいと思います。どうも、今回のシオンでやらさせていただきますピン芸人の富登です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、まあやっぱり今回その高見さん、はい、まあなんか切り込み隊長ですか。そうです。あ、こうなんですか。切り込み隊長です。なんだろう、樋口カッター的な今違う違う違う、ちょっと早くもパクリ的な切り込み隊長です。違う、まさかアイドルがガニ股でやるとは思わなかったですけどなるほどね、はい。じゃあちょっと高見さんを中心に、はい、そのね、乗っ取るところちょっと一回、はい、どんな感じでやるかみたいなのもうできてんの、なんかなんとなく乗っ取るの自己紹介とか、自己紹介を乗っ取りバージョンにしたりとか、乗っ取る時バージョンの個々の自己紹介みたいなのがあるの。はい。あ、じゃあちょっとそれを、じゃあ乱入したところからちょっと一回、乱入したところから乱入、なんかちょっとまた的な感じで、はい、じゃあちょっとそれを、まあ俺がそのアイドルだと見立てて、はい、ちょっとやってみてもらおうかな、一回、はい、いいですか。はい、はい、じゃあちょっとみんな、それの方に行って、はい、じゃあそれでは、よろしいですか、はい、じゃあ僕は、今日はありがとうございましたみたいなきっかけで、じゃあお願いします。はい、わかりました。じゃあ本日は本当にありがとうございました。頑張った。しかしないけど、今のところお願いを見てもらえる。なるほどな、それでよかったら皆さん、オッケーと思ったら拍手をお願いします。はい、お願いします。皆さん、はい、それではいきます。お願いダンス、お願い、お願い、わっしょい、わっしょい、わっしょい、お願い、お願い、わっしょ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 い、お願い、お願い、お願いよ、は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 い、お願いよ、ちょっとという感じです。とんでもないモンスターがいたじゃないですか。何それ。お願いダンスっていうのがあるのね。そうなんですよ。それをやる予定なんだ。はい、はい、うわ、負け戦としか思えない今の段階では。いやいやいや、なるほどね。はい、これで勝ちに行きます。これでもう勝ちに行きます。はい、これで勝ちに行きます。あ、そうですか、そうです、そうですか、はい、なるほど、今のこの流れでやっていくって感じなんだ、はい、そうなんです。なるほどね。ちょっとね、気になる点が何個かあったんですよ。はい、ちょっと待ったの時ね。はい、ちょっと待った、ちょっと待ったから、はい、ちょっと来るのが早すぎたな。で、皆さんヒーローものとかって、あ、正義の味方がね、はい、ちょっと待てって言った時に、はい、敵が、なんだみたいな、この余韻があるでしょ。あります。あるでしょ、はい、そこで、別に登場してくる前に、はい、その、一言影マイクみたいな感じで言っちゃってもいいと思う、なんか。なんか言っちゃうんですか。今宵、あなたたちのステージを、私たちがレイズっちゃいますみたいなこと言っちゃう。まあ俺も今これ正解かどうか分かんないけど。そうですね。で、それで、まあ切り込み隊長だから、はい、ガーって来るのはいいんだけど、はい、他のメンバーが、はい、これね、一緒に行っていいパターンと、はい、意外とおどおどして、え、大丈夫なのみたいな、一人でこの人が考えてるみたいな感じでやってもいいと思う。そうなんですか。そう、ほっとかれるんですか。ほっとかれる感じ。あ、ちょっと一回ほっとかれる感じで、みんなちょっと、もうやめようよみたいな感じで私たちやりたくないよみたいな感じで、ちょっと高見さんを注目させる感じね。なるほど。一人でなんか空気読まないで来ちゃったみたいな感じの、ちょっと一回それやってみようか。はい、じゃあちょっとスタンバって。はい、わかりました。さあ、それではやりましょう。今日は本当にありがとうございました。ちょっと待ったー。え、何、今宵私たちは
レイズって参りました。おいでおいでおいで、レイズって来ました。え、でも全然他の人たちが全然なく、おいで低姿勢、おいで、え、いや、あの、皆さん私たち簡単に打たせてもらえると思ってません、うん、ねえ、いや、全然思ってません、全然統一感があれ思ってないんですよ。なので、私お願いダンスをいたしますので皆さん、OK と思った方は拍手を、いいね、いいね、その感じいいよ、はい、そこまでいいね、今の完全に何やっちゃってるこの人みたいな感じの雰囲気ありますね。そう、雰囲気あるからこれはもう本当に僕の中ではまあちょっと最初は突っかかってくる、本当噛みついちゃっていいと思う、はい、もう結構な悪口言っていいと思う。あ、いいんですか。うん、あのね、本当の責任は本当の大人が取るからいいですね。いや、本当よだから絡んだ時に、はい、あのなんかもうちょっともみくちゃになっちゃうパターンもあると思うのよ、ちょっとやめてくださいみたいな時に、はいはい、ちょっと当たった時にもう因縁つけていいと思う。あ、痛い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 みたいな感じで、そうそうそう、ちょっとできる、それちょっと、はい、俺が違うけどちょっとやめてくださいよって言った時に、はい、痛い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 ってみんなは、え、大丈夫大丈夫みたいな心配そうになって、うん、はい、ちょっとなんかこっちが悪い人みたいな感じ、あ、富所今から悪い人にさせて、悪い人、よし、じゃあやってみるよ。はい、はい、ちょうどな、ベイビーレース何なんですか、はい、乗り込みに来ましたよ。ちょっと、私たちの選手邪魔しないでください、ちょっと、え、大丈夫、あの、ケツ割れた、ケツ割れた、ケツ割れた、今のでどんな神経してるんだ。いや、いいと思う、今のすごいいいと思う。手当たったのにケツ割れたってなかなかないぜ。確かにケツはもう割れてるけどね。あと個人のその自己紹介みたいなのあるの？はい、それも乗っ取りバージョンであるってこと？あります。ちょっとそれ見させてもらって。はい、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 ブログの決めポーズはいつも同じ角度。アイドルになりたくなかったけど今は全力でアイドルやってます。特技は学校の校則を破ったことがないことです。ベイビーレイズの切り込み隊長でした。プレミアムベイビーレイズの最年少12歳。もっとね、ガツガツ言ってもいいと思うよ。もっとちょっと喧嘩売るみたいな感じの単価切る感じでもいいと思う、はい、まあ、全員が全員やっちゃうと何なんだこの人たちはってなるから、うん、そこはやっぱ切り込み隊長の、はい、そのこれをね、これ押しでどんどんグイグイ言ってってもいいよ。だからもう最悪この一番の前の人に当たっちゃってるからちょっと当たってもらってもいい？すいません、あのもう本当に切り込み隊長なんですよって切り込みなんですよ、こうやって言ってるんですよ。バシッと当たっちゃっても切っていくんですか、お前が邪魔なだけだからなみたいな感じで。いいですか、言っちゃっていいよ。いや、一人ぐらい本当にとんでもないやついいなみたいな感じで、はい、それインパクト大事だから。あ、ちょっと彼もうちょっと前の方で立ってもらってちょっと、うん、立って、うん、お願いします。ちょっと行ってみようか、はい、じゃあタミちゃんと挨拶で、はい、はい、行ってみよう。はいはい、私切り込み隊長なんですけど、はい、切り込み隊長なんですよね。よ、はい、邪魔なんですよ、邪魔なんですよ、切り込み隊長なんで。ちょっと待って、桜じゃねえかお前、それだとしたらビシン、あーじゃねえよ、ほんとに。なんだこの感じ桜じゃねえかよ。いいですね、いいですね。まあまあそこもね、一体感だよね。いやでもね、もうあのこれからね、今後いろいろとね、いろんなアイドルのところを乱入していくから、はい、とにかくあの他のアイドルの空気感に負けちゃダメよ。そうです ね、はい、ね、もう自分たちのやりたいことどんどんやっていこう。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、とみどころでした。はい、そうですね、高見さん、そのやっぱ切り込み隊長としてやっぱ、お願いダンスだったりとか、まあ、いろいろ顔芸だったりとか結構先陣切って、やるっていうのはすごいなんかあの子のキャラにも合ってますけども、まあだからあの子を一人だけじゃなくてあの子をバックアップする他の4人がやってこそ一つのなんかベイビーレイズとしてなんか完成しそうでしたね、なんかね。